ブラッドは、スバルブランドを展開する富士重工業で、生産されていた、レオーネベースのピックアップトラックである。輸出専用車種で、日本国内販売は行われていないが、逆輸入されたものが少数存在する。ブラッドは、バイ、ドライブレクリーシャネルオール、テレイントランポの頭文字に由来する。アメリカでは、若年層を中心に、パーソナルカーとしてのピックアップトラックの需要があり、 日本車の輸入が本格化した1970年代に入ると日本製の620型ダットサントラック、トヨタトラック、イスズファスターの北米仕様であるシボレーラブなどのミニピックアップトラックが好調な販売を記録していた。こうした中、スバルオブアメリカからの富士重工に対するスバルピックアップを望む声は当初からあったものの、 アメリカでは輸入ライトトラックに25%という破格の交換税を課しており、フレーム付きの日本製ピックアップトラックはボディをキャブ部分のみの仮装に止め、荷台は現地で組み付けるキャブシャシーという部品扱いで輸出する手法で、この交換税を回避していた。しかし、スバルでは古物コックボディ以外の普通車を生産しておらず、こうした荷箱分割方式が取れなかった。 アメリカ政府との旅重なる折衝の末、荷台をボディ前半部となだらかに一体化させたデザインとした上で荷台に固定式のシートを2脚取り付けることで、ピックアップではない4人乗りの乗用車としての輸入を認められ、1977年10月からブラッドという専用名称とともにアメリカへの輸出が始まった。1979年発行のカートピア別冊。 楽しい四輪駆動車のハンドブックでは、初代ブラッドがレオーネ 4WD の使用実例の一つとして紹介されていたが、その中には日本では発売できないとの記述があった。そのため国内未導入車種ではあるものの、1983年にタミヤ模型より同車の2代目をモデルとした電動ラジコンカーが発売されるなど、国内でも一般にその存在が知られている。 初代ブラッド1977年10月発売初代スバルブラッドのベースとなったのは A3 型レオーネにドアセダンで A ピラーを含むフロントウィンドシールドとカウル以前両サイドのドアは共通であるがボディパネルの約6割は専用部品となる1978年イギリスを中心にスバルメガボルトという輸出名でヨーロッパへの輸出開始 2代目、ブラッド US モデル1981年10月に AB 型レオーネボディにモデルチェンジ。AB 型レオーネにドアハードトップをベースとしていた。AB 型レオーネでは唯一、ハローツインルーフと呼ばれるガラス製 T ーバールーフも設定された。1983年からは、4頭、フロントグリル、前後バンパーを腕間一体成型に変更。 1984年、フロントグリルをハニカムタイプに変更。アメリカ仕様は GL のみのモノグレードとなった。1985年、アジアオセアニア地域の需要に対応して、オーストラリアを中心にブランビーとして輸出が開始された。また、イスラエルなど中東諸国にも座るピックアップとして1986年から輸出された。 アメリカでの販売終了後も、ヨーロッパ、アジア、オセアニア、中東には輸出が継続され、1990年まで AB 型レオーネのボディのまま生産された。ありがとうございます。